から始まるショーは、あのゴーストバスターズの SFX デザインで有名なスティーブ・ジョンソンのオリジナルデザインによる怪獣たちのコミックショーです。さあどんなショーが始まるか楽しみですね。ここがですね、その先ほどのいわゆる怪獣ショーのですね、楽屋なんですけども、まあいろんなこういう小道具が置いてありますね。これはさっき今モンスターがかぶってた、頭の部分ですけど、これ FRP 重視ちょっと硬いですね、ちょっと重たそうです。まあこれをそのかぶって役者なんて多分大変で、まあ首がですね、肩こりが大変ひどいんじゃないかなと思いますね。それからこの辺がですね、足に履いていた、まあこれ発泡ウレタンで、その外がいわゆるラバーなんで、まあこの辺はですね、頭と比べると比較的楽な、もんでしょうね。まあ手もこういうふうにですね、これも普通のゴムですから、いわゆるラバーですから、まあこの辺は楽だと思いますね。ただこれ暑いでしょうね、これね。まあ夏に向かって、まあ、汗も出なければいいと思いますけども、ちょっと奥にですね行ってみたいと思います。この辺がですね、先ほどのですね、そのぬいぐるみというかですね、いわゆる胴体の部分です。それでこれがですね、そこのその先ほどのあの頭の部分の被り物のいわゆるヘッドギアというかですね、それをその固定する、まあ、プロテクターみたいなもんでしょうね。そしてこれがですね、いわゆるボディースーツで、これがちょっとおかしいんですけど、ちょっと見ていただけますか。これがですね、なんと布団乾燥機で、これ毎回相当発汗するわけですね。でこれ全部、これいわゆるラバーゴムです。ですからもう本当にその中のですね、かぶっている人の役者さんたちもですね、発汗させっていうのは外に出ていかないわけです。ですからまあこの中にですね、多分本当その汗がですね、雨のように多分雫になって溜まってると思うんです。でそれをなんとこの布団乾燥機で一回一回脱いだもの、脱いだものをですね、乾燥させてるわけです。あのいつ頃からこういう仕事に興味持ったんですか？興味はもう随分小さい頃から、子供の頃からね、やっぱりそういう昔はそのそういう、ミニチュアなんかこう作っていた。そうですね、やっぱゴジラから、ゴジラとかね、割と斬新的なものをやってるとは思うんですが、やっぱり私という力ではない。そうですよね。今ですね、僕もこのモンスターショーを拝見したんですけども、はい、今回このショーのですね、舞台監督と、そしてこの数々のモンスターのですね、その創作のいわゆる鑑賞なさった木田さんです。よろしくどうぞお願いします。よろしくお願いします。今回ですね、木田さんがこのそのショーに関わったいきさつっていうのはどんなところから関わったんですか？ですね、僕と中子さんっていうのは、僕がずっと若い頃からお世話になっていて、ある時にね、中子さんがアメリカのそういう映画が関係のものでイベントをされるっていうことになりましてね、それで何かこう、はい、じゃあ告知が開いてるよ。お、あったあった。現代のね、アメリカのカートゥーニストでビッグダディロスっていう人がいるんですけど、そのファンだっていうのをご存知だったんで、じゃあそういうのをやってみたらどうだっていうことになって、それでこのプロジェクトの最初からインボルブさせていただいて、今回のこのショーのね、こう見どころみたいな、こう自分がこう力を入れたところってどんなところですか？ああそうですね、これはカートゥーニーっていう、あの漫画的なっていうんですか、日本でいうところのその作り物がね、生物が、あの動くのが見たかったっていう。でもいかんせんこれはステージショーなんで、ちょっと
距離があるんで、せっかく皆さん一生懸命作り込んでいただいたんですけどね、だからできるだけ前の方で見ていただくのをお勧めしますよね。やっぱりあの木田さんが多分その子供の頃ね、はい、その映画をご覧になって、やっぱりこういう世界に憧れと同じように、はい、今やっぱりこう夏休みになるからね、もう若いこう小さな子供たちが来て、やっぱり木田さんがこうね監修したのをやっぱりまた見て、はい、やっぱり木田さん見てこう憧れてこういう世界に入る子たちがたくさんいると思うんだけども、はい、なんかこうその子たちに向かってね、はい、まだ木田さんも現役でこれから何年も仕事すると思うんだけども、はい、これから自分の抱負とそれからその子供たちなんか向かってメッセージみたいなのなんかありますか？そうですね、まあ好きなことがあればやると、うん、それでできるだけやるっていうことですよね、うんうん、諦めちゃうと好きなことができなくなるっていう、それしかないですよね、うん、僕はもう好きなことやからここまでやってこれたんですよね、うん、だから途中で諦めるっていうことさえしなければなんとかなってくると思うんですよね、うん、やっぱりみんな ね、本当に子供の頃からねこういう世界が好きで憧れて、そのまま子供がね本当に大人になってきたわけね、なんか目がキラキラしてましたね、本当キラキラしてるの、本当少年の目を持ったね人たちがやってるのね、やっぱり当然まあ商売としてね成り立っていかなきゃしょうがないんでしょうが、商売超えたところでやってるものってやっぱり感動しますよね、見てる方がね、ありますよ、みんなそう、要するにお金ってみんな後からついてくるもんだと思ってるわけ、だそれだけみんなねそういうねいいものを自分のねこれを本当に表現してるのね、なんか中子さんの名前が出てましたけどね、これは彼らはもう私の大事なクルーですから、なるほどね、とにかく僕もね怪物大好きだし、とにかく学生で働いてる人たちはみんなもう怪物が大好きでしょうがなくて、とにかく自分の表現したいものをねこう表現するやっとチャンスに恵まれたかなと僕も含めて、なるほど、そのパワーが渦巻いてると、そうですね、なんとなくあれですね、あのハリウッド の、 あのユニバーサルの映画村行ったみたいな、そう怪物ってほら怖いイメージがねどうしてもあるけど、そうじゃなくてもっとファンタジーなものね、だから子供から大人まで楽しめるっていうなんかハリウッドスピリッツが少し感じるね、そう、それを狙ってるんですけどね、やっぱりね子供から大人のね、やっぱ遊園地っていうのはね子供だけのもんじゃなくて大人のもんでもあるわけだから、昔のやっぱりねハリウッドにはそういうものがあったんです。やっと日本でもね、そういうものが少しずつ変化してたのね。なるほどね。だから新橋の駅降りてさ、あのいきなりおいちょっと目つぶってくるからハリウッド行こうよなんて言って手引っ張って、あっという間に着いちゃうみたいなのはどうかな。また2人にこだわってます。こだわってます。こだわりすぎかな。奥さん見てますよ。はいはい、すいません。いやすいませんね。行こうね今度ね。でもああいうものをね、やっぱ日本で今どんどんその育ってきてるっていうのは嬉しいですよね。やっぱりゴジラとか、例えば。